出発しまーす。この日、鳥取県湯梨浜町で行われていたのは、温泉ガストロノミーウォーキング in 湯梨浜町です。7回目の開催となった今回、およそ180人の参加者たちは、東郷湖の西側のハワイ温泉から、南にある延長園を目指します。歩くのは湖をぐるりと回るおよそ9キロのコース。このイベントに毎年参加しているこちらの飲食店では、地元で作ったパンを使ったフィッシュバーガーとともに、北栄町のワイナリーで作られた工場ワインを提供していました。美味しいです。もう美味しいとしか表現できないんで、これから歩かないといけないんで、元気になります。天気はそんなに良くないんですけど、ちょうど歩くにはいい気候だと思ってまして、存分に楽しみたいと思ってます。はい、次のチェックポイントは湯梨浜町を一望できる展望台。食だけではなく、自然に触れることができるのもこのイベントの醍醐味だといいます。そしておよそ2時間をかけゴールにたどり着いた参加者たち。いや、全然走りません。坂道もありましたけど、全部歩いてました。今後8回9回10回、さらに回数を続けていてですね、この湯梨浜町の文化になればいいかなというふうに考えております。この後、参加者はもう一つの楽しみを満喫しようと、ハワイ温泉や東郷温泉に向かっていました。